わしやがなマフィアカジタです。わしやがな中村雄一です。わしやがな徳井空です。はい、ありがとうございますね。はい、すいません、お邪魔します。そうなんですよ、はい、今回ゲストとして徳井さんにお越しいただきました。はい、徳井です。よろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。いやー、はい、久しぶりだね徳井ちゃん。そうですね、そういう距離感番組で確かお会いしたんですよね。なんかの番組で一回会ってるだけなんですけども。そうなんですよ、一緒に写真撮ったこと覚えてます。そうそう、一緒にあ一緒にニコニコニーをしていただいて言っちゃった。一回会っただけでマブたち面をしてるわけなんですけども。そうなのね。じゃあ回数は俺の方が多分合ってると思うよ。田中さんやっぱ共演多いんですか。多いってほどだね。でもなんかこの間現場で会いましたよね。そうなんですよ、私お見かけして。いや、こういうこと、お見かけしてて、どうしよう。お見かけっていうか完全に同じ現場だった。お見かけはおかしい。お見かけって言ったら会いましたよ、ちゃんと。いや、なんかちょっとかけていいタイミングがちょっと分からず、ちょっとね、きちんとご挨拶しとびれてしまったんですが、最近あの不仲って意味じゃないですよ。あの最近はね、やっぱアフレコ現場はね、そうですよ、密を避けるためにね、入れ替え制でやってるから、次のチームがいるところにたまるわけにいかないから、どんどん入れ替えていくからね。そうですよ、ちょうど間に壁もあったんで、なんて言ったらいいんだろうと思って迷ってる間にちょっと出番になってしまいましたので、すいません、改めましてよろしくお願いいたします。いやー、ちょっと緊張しますね、この間、この真ん中って座るの。すごいお二人になんか。いや皆さんそうおっしゃるんですよ。いや、でしょうね。でしょうね、これ大丈夫な人多分いないと思いますよ。いやもうでも全然気にしないでいただいて、ね、いや、気にしますよ、気にしますよ。今日はなんかね、でも楽しいことをやるって、どこ向いたらいいか分かんないですから、もうこの状況。まあ、そうなんですよ、はい、今回はですね、うんうん、バーチャルマーケット5に出展している、うん、ミストトレインガールズをご紹介します。そうだね、はい、こちら提供いただきました、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。さあ、まず簡単にですね、バーチャルマーケットとは何ぞや、ね、そこ気になるよね。はい、こちらの紹介をしたいと思います。はい、バーチャルマーケットとは、来場者が会場に展示された 3D アバターや 3D モデルなどを自由に試着、鑑賞、購入できるバーチャル空間最大のマーケットフェスティバルです。うん、バーチャルマーケットはその開催を通じてバーチャル空間を発展させ豊かにすることを目指しますと。うん、2018年夏の初開催から今回で5回目の開催となります。うん、すごい、ね、年2回やってるんだ。どんどんパワーアップしてってるんです。大したもんですね。VR もここまでイベントが盛んになってきたかと。そうですね。まあ、早速そのバーチャルマーケットに参加していきたいと思うんですが、今回は徳井さんがアテンドしてくれるということで。はい、そうなんです。うん、実は私先日完全に自分の徳井空としてのバーチャルアバターを個人で作りまして。個人で。そうなんですよ。何の企画にもコンテンツにも属してないただの私の V の姿をですね作りまして、こういう時に持っていけるように作ったんですよ。なんで今日早速それを持ってきましたので。そうなんですね。この姿を使ってちょっと案内させていただければなと思います。じゃあ著作権は徳井空にあるんだ。もう私がデザインして描いたもので、私と同じ位置にほくろがあるキャラクターになっておりますので。いいね。はい、じゃあそちらも楽しみにしていきたいと思います。はい、よろしくお願いします。はい、というわけでやってきましたよ、バーチャルマーケットの世界に。動きがすごいですね。どう、機敏な俺のこのダッチロール。気持ち悪い。あ、こんな高いところに、あ、カナンの方にまで乗っちゃう感じですね。あのね、相当気持ち悪い動きです。今おかしかった。浮いてました。浮いてる。俺空中に浮く能力持ってる。ご主人、じゃあ彼女君ちょっとね、一回じっとしてもらっていい。じっとする、はい、紹介するね。ちなみに僕はですね、はい、酔っちゃう可能性があるかもしれないっていうんで、はい、ちょっとお休みです。はい、通常操作でいきます。でもめちゃめちゃ可愛い姿になってます。なんで俺のアバターこれやねんっていう。可愛い。で、2人は、これアバター、まあ、これが梶田君のアバターです。イエーイ、やってるみたいな感じになってるから。すごい、どういうもうあいつ使いこなし始めてる。そして徳井さんがこちら、はい、さっき言ってたやつ。そうなんです、これが初めまして、徳井 V 空って言います。よろしくお願いします。可愛いね。 ありがとうございます。すごいグイグイしてますね。ありがとうございます。大丈夫ですか徳井さん。あ、ちょっと何やるんですか。ちょっと近づいて何やってるんですか。中村さん近づいてなめくじみたいということでね。はい、なんかじゃあ見て回るんでしょこれで。そうなんです。
んですよ。こちらがですね、はい、バーチャルマーケットの一般ブースのコーナーになるんですけども、うん、もう VR 空間ここ見てください。上の方もですね、遠くに他の会場が見えたりとか、いいね、上にこう大きな弾幕がはためいていたりとか、はいはい、360度楽しめちゃうんです。でちょっとなんか自由にこちら回っていいみたいなので、はいはい、ちょっと散策してみませんか。俺ずっと気になってんのがさ、はい、こいつ何、あ、これはね、俺はずっと犬だと思ってたんだけど、うん、どうも猫らしい。これ猫これそうですね、かわいい猫ちゃん、うん、猫か、猫だな。長谷さんちょっとほふくでそいつとコミュニケーション取ってみてくださいよ。にゃーにゃーすごいすごい、にゃにゃにゃ猫語喋ってダメだわ、あまり反応してない感じですね。なでなでしたいんだ、なでなでしたいんだ、あ、なで頑張ってなでなでよっしゃー、よしよしよし、食べてる、微妙に届いてない、微妙に届いてない、マジでもうよしよしよし、カズさん、お母さんがリアルのカズさくんがよしよしよし、そこまでしないとダメなんだ、すごいすごいすごい。あと中村さんのアバターってそれもしかしてつくし先生がデザインしてます？そうです。えですよね、どう見てもつくし先生、あ、浮いた浮いた、う、え、浮いてるジャンプですごい、ちょっとじゃあ見て回りましょう、いろいろ見て回りましょう。ここテンション上がんな、この広場、ね、すごいですよね、水浴びしようぜ、大きな噴水が噴水の中には入っても濡れない、このね、まあ現実だとね、やばいやつだから怒られちゃいますからね、現実だと入れねえからな、そうなんですよ水の中だ。じゃちょっと進みますか、うん、はい、どこに、じゃこれどっち側がいいですかね、右側から行ってみますか、右側行く、足速い、ね、得意ちゃん足速いね、いやすごい素早く移動できちゃうんですよこれ、うん、なんかね、いろいろウェルカムって書いてあるわ、あ、すごい可愛い、なんか木組みの街が広がっておりますね、ファンタジーの最初の街っぽいね、可愛い、確かに、だから装備品もしょうもないのしか売ってなさそうだなこの街ただですね、ここはもうブースになっておりまして、さまざまな方からの出展がございます。本当だ、これ何全部もらえるのこれ、あ、これ実際に、いや300円って書いてるから、そうなんです、これ買うんじゃない、なんか買うのこれ、あ、持ってた、ちょっと持ってる、あ、カズさん、万引きじゃないわ、行ったあいつ行った、あ、どこどこどこ、あと、いや、足速い犯人、行ったあいついや、だってこれゼルダだと持っていかないと殺されるからニワトリ、いやいやもう天使来るよ、うん、そうなんですよ、なんでこれ実際にこう商品を手に取ったりできるっていうのも、うん、このバーチャルマーケットならではの、まあでもね、手に取れるんですね、うん、そうなんですよ、ヘッドホンなんか売ってんだ、すげえ、すごいですよね、うん、これなんだろう、これナイフ、こっち剣売ってる、ほんとだ、え、かっちょいじゃないですか、これはなんだろうなアバターが展示されてますね、これね、これアバターなんだこれ、僕は今どういう状態になってます、中村さん、中村さんどこだ、僕ってなんかもあれ中村さん、これどうだ、僕なんか中村さんなんか あれ女の子になってる、中村さん美少女になっちゃいましたよいやなってしまうんだなこれがえ、いい声の美少女ちょっと俺らどうやってしゃがめんの、すごい、俺らどうやったらしゃがめんの、めちゃめちゃ可愛いです、ちょっとしゃがもうとしないでくださいよ、あ、すごい、かわいい、かわいい、すごいすごいすごい、やばい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 、どういう、ナルが来るかみてえだ本当だね、飛びかかってくるよこれ、すごい動き、すげえ殺意高いな、その背中の、すごいですね、剣こういうのできんの、そうなんですよ、なんかこのバーチャルのアバター自体もこう売ってたりするわけなんですね、だからお揃いで変えたりみたいな、好きに着替えられるんだこれ、あ、梶田さん触ろうとしてますね、これは、あ、梶田君が、あ、二人とも梶田君それになっちゃった、お前もうアイデンティティになってしまった、本当だ、梶田君剣振ってるわ、出た、え、出たよ、その専用コントローラーならできるんだね、うん、なるほど、いて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 、ちょっと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 いていていて、喧嘩は良くない、めっちゃ笑顔で、あららららかわいい子とかわいい子が、面白い、すごい、そうなんです、こういうのもできる、ちょっともうどっちがどっちだか分かんなくなっちゃうんですけど、ね、美少女になれたぜ、あ、ボードゲームとか売ってる、ミミラボさん、うんうん、自作ボードゲームとか売ってる、しかも VR チャットでこれ実際に遊べるってことですか ね、 ってことだね、なんかレーザー飛ばせますね、うわ、名古屋さん、ボードゲームの裏にすげえマッチョの、え、わ、え、な、え、なにこいつ、チェンジアバターできるよこれ、え、こいつに変われんの、あ、変わった、変わりそうですよ、き
った。あら、え、ちょっと2人ともなっちゃうんですか。2人とも。2人ともなった。2人ともちょっと。出た。テラフォーマーじゃん。怖っ。確かにね、ジョージー。いやいや、怖いな、これ。ジョージー。ジョージー。あれ、これ、カイサ君好きそうな。うん。うん。ギターが売ってる。お、ギター屋さんですか。ロックンロールじゃないですか。怒りのデスロードで見たやつ、これ。いや、すごいですよ、この。お猿さんのバンドみたいになっちゃってる、これ。猿のバンド。頭は悪そうだよ。ロックンロール。その姿でもしかして、カイジャ君、もういい、え、すごい、もうこれいい、何が、企業ブースの方に行こうって、本当にこんなに楽しいのに、いやすごい、確かにね、こんなに楽しんでる人たちもいないかってぐらい楽しんでるけど、はい、じゃあもう行くって、はい、行ってみましょう、じゃあ企業ブース、はい、行ってみましょう、さあ皆さんね、はい、こう企業ブース来たんですけど、やったー、うん、ここで。DMM ゲームズさんのミストトレインガールズ、冒頭で言ったやつだよね、はいはい、そこを見てみようっていう話になってまして、行きましょう、行きましょう、カシャ君は後でね、はい、映像チェックちゃんとした方がいいよ、自分のなんであ、なんかちょっとゴーグルをつけた自分が今リアルではどんな状態でいるかちなみになんか、うん、よくよく考えたら2人はこう、はい、VR つけてるけど、うん、俺みたいにその、うん、VR 装備なしでも参加できるってことだから、うんうん、まあ皆さんね、そうですね、興味ある方でゴーグルがなくても、そうそうそう、はい、なくてもやってみてください。パソコンの環境があればきっと参戦できる。近い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 ですね、どうしてこんな手なずけて、どうしたんだお前は。いや、リップシンクですげえ喋ってんなって思って、あ、だからマイクで多分検知してるんだよ ね、 ね、中野さんの声で喋るんだこいつって思ってた、ちょっと面白くて、あ、じゃあ変えようか、オイラについてきなよキャラクターが濃くなった、オイラっていうタイプ、オイラについてきな、あ、すごい、ここからはミストトレインガールズの世界へご案内するぜすごい案内してくれそうすげえぴったりじゃん、ここでいいのかな、はい、こっち入り口で、なんと見てください、ここもかなり広い世界が広がっていて、で、世界のいろんな建造物が揃ってたりするんですよ。でもここにマリーナベイサンズがあったりして、シンガポールのやつですね。そうなんです。そうなんですって、奥にもマーライオンが見えたりと、浮いてるね。すごいですよね。もう本当にお家にいながら世界のいろんな風景を楽しめるということで、景色もここはですね、夕方のワールドになってるんです。いいね、ちょっと夕焼けが素敵でしょ、橋田さんも夕日に照らされてますよ、すごく素敵イエーイってやるな、喜んでるなんやあいつ、あ、うん、すげえ面白いわ、喜び方がちょっと後ろから撮るわ、彼だけど後ろから、後ろから、あ、いいよ、もう一回先のポーズやってる、あ、すごいあー、いいね、なんかいいね、楽しんでるね、俺世界を手に入れた気分ですね、うん、そういうポーズだわ、うん、いいっすね、さすがですね、もう行こうか、はい、行きますか、行ってみましょう、うん、ここの青く広がっているところが入り口になっているんです。これが入り口、どこでもどうか、行くか、そうなんですよ、行かないけど行くか、よっしゃ、あれ、あ、入れましたか、皆さん、吸い抜けたんだが、あ、今得意が入れました、カジタだけいません、入った入った、あ、来た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 、はい、ということでね、これこちら、あのミストトレインガールズさんはですね、新米車掌との応援キャンペーンっていうのをやってるそうです、うん、こちらですね、2021年1月10日日曜日23時59分までなんですけども、うん、はい、クエストをクリアすることで、うんうん、ミストジュエル合計6000個や SS 確定10連ガチャ切符が合計2枚、ガチャ切符合計100枚など、うん、豪華報酬が手に入るということなんで、すごい看板にも書いてありますね、あ、書いてる、あ、はい、あ、これか、これか、ここになんかこういうやつ、奥にもそうですね、これなんか違うな、看板が書いて、現金200万が当たるっていうさらにこれあのちょっとさらに気になるものが、マジで200万くれんの興味深いですね、ちょっとさらに気になるものが出てきましたけど、オープンウェブページ、はい、オープンウェブページ、お前違うな、応募するなあいつ応募しに行ってるわあ、なんかキャラクターもいる、そうなんですよ、ここにもなんとゲットできるアバターが置いてありまして、5000円で売ってますよ、5000円するの、俺っち5000円俺っち5000円、俺こっちの黄色い子がいい、これ着替えることができるはずです、 あ、変わったかも、俺今美少女に変身してる、お、いえ、はい、え、俺もなった、得意も変わってみました、サンプルだからサンプルって書いてる、サンプルって書いてある、確かに、本当だ、あらゆるとこ
ところにサンプルと書いてあって、彼女にサンプルって書いてある、徳井と梶田さんが、パディントンちゃん、うん、そして中村さんはメロスさんに変身です。すげえ重い、すげえ重い、ね、すげえ処理が重くなってる。サンプルのせいか、中村さんのサンプル水着のせいじゃないですか。お前おっぱい触んなよ。ちょっと何やってるんですか。ちょっとやめてくれよ。げー、どういうことやってるんですか。ちょっと2人ともちょっとすっげどういう触り方。ツン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 しちゃってますよ。ちょっとちょっと美少女同士だから問題ないですよね。コンプラ的には絵的には平和な感じなんですけど ね、はい、こんな感じでアバターもゲットできたり、うん、他にもこうやって展示もたくさんあるので楽しむことができますよ。いろいろ見れる。そうなんです、あ、こっちに看板、看板ポップっていう、はい、動いてんじゃん。ポップでいいのか、ライブ 2D で、うん、めっちゃ可愛いですね。本当だ、動いてる、これ揺れんのか。揺れてるよ。すごい、これはバーチャル空間ならではの。かちゃくんちょっとさ横向いてさ、うん、俺らの方見て、え、なんか普通にポップ見てる人だよこれ。確かに。そうですね、こういう感じのことあるよ。普通に駅でコラボの時のポップを見てる人だし、あーつってこうキャラのやつを見てる人。いいですね、いいですね。かちゃくんもう電車乗れって。はい、はい、電車だ。こちらでこっから乗れると。お、みんなでいっぺんに乗り込みましょう。行ってみましょう、銀河鉄道へ。お、入ってこれましたか。入った、入りました。はい、すげえ。ここではこうミニゲームが遊べちゃうんですって。へえ、この子タッチって書いてあるけど、あ、かわいい、笑った。会話が始まった、うん、せっかくだから遊んでねって。あ、ほんとだ、遊ぶ遊ぶ。どうやって遊べばいいんだ。ルーレットができるよ。ルーレットの方に行って、あ、この子で遊ぶわけじゃないのか。違う違う。ちょっと遊んでみよう。で、ベットして、ピンして。あ、ま、始まった。始まった。黒こい。まあでも、梶田さんご安心ください。うん、こちら、魔導列車にご乗車された皆様に、SS 確定10連ガチャ切符が1枚もらえちゃいます。よかった。さらにルーレットを遊んでいただいた皆様に SS パーティースキル、ようこそミストトレインへ、そしてカジノコイン ×5万がもらえるシリアルコードプレゼントでございますから、負けても勝っても楽しめるということですね。なるほど。素晴らしい。よかった、一安心だこれ。ベッドあんじゃん。長さん、ここでちょっと配属配ってみてくださいよ、このベッドで。沈んでしまった。ベッドの下なんだな、これが。ダイバーダウンのスタンド能力じゃないですか。確かにね、ダイバーダウンズって。はい、電車出て行って。あ、本当ですか。じゃあ今遊んでシリアルコードがゲットできましたので、うん、せっかくなんで、うん、ミストトレインで遊んでみましょう。はい、はい、というわけでバーチャルマーケットから私たち戻ってきまして、はい、でミストトレインガールズ実際に遊んでみたいと思います。はい、車掌殿、お疲れ様でした。これは車掌殿、車掌殿なんだね。車掌殿でございますね、こちら。特鉄隊の皆さんもきっと士気が高まったことでしょう。特鉄隊ね、特鉄隊の報告指導、この度車掌殿の副官に任命されました。パディントンちゃんさっき言いましたね、ゲーム内であった子だよ。戦闘入りしの見込まれた。パディントンって何。パディントン映画しか知らない。俺もあのクマしか頭に浮かんでこない。そのイメージちょっとありますよね。黄色い帽子かぶったやつ。たとえ私にできないことでも全て私にお任せください。お、なんか名言っぽいぞ、うん、これから車掌殿はこの駐屯地で特鉄隊の皆さんと一緒に過ごしていただきます。これが一番最初のチュートリアルの部分に、パディントンは戦わないって言ってんだよ。あ、戦闘には参加できない。戦闘があんの。じゃあガイドのキャラクターだね。これあれだ、ミストトレインって蒸気機関車の話じゃないの。だから多分その、うん、この後その入手していくキャラはそうなんじゃない。これは彼女はその案内のサポートとか、うん、ちょっと扱いは違うんじゃないの。巫女って言ってますからね、うん、連合軍、なんか大きい話になってた、ね、うん、列車でなんか戦ってんの、ゲームってやつと。トレインナイトの皆さんにちょっとだけ嫉妬しちゃいます。いいんだよ、嫉妬しなくても。君が一番僕のそばにいるんだから。
え、家でもそういう感じで一人で喋りながら、ね、会話してるの。バレました。バレたの。会話してるんだ。俺はね、人と喋る練習のためにギャルゲーにずっと当てりこしてる。やべえ。人と喋る練習ってすごいな。外に出なさすぎて声が出なくなったんですよね。声が出なくなった。だからやばいなって思って、ずっと主人公のセリフ読み上げてました。声出さないよ。声出さないといけない。鉄分を注入？どういうことなの？血液ってこと？血液？自分の血液を抜いて注入する？俺の体から出る鉄分って言ったらもう血しかねえんだけど。怖すぎるんだが。この子たちはみんなヴァンパイアなのか？はしたない女なんですね。これは徳井さんと一緒にやってていい感じのゲームなの？いや、これ大丈夫な。大丈夫なんでございます。追記情報忘れてました。あの、はい、ミストトレインガールズには全命連番と18禁版がございます。おやおや穏やかじゃないね。こちら補足情報です。ありがとうございます。今やってるのは全年齢の全年齢版でございますね、はい、手違いないですね、はい、これ大丈夫、これ本当に18禁版じゃないやつ。これ先進めるとなんか急に不安になら急に不安になってこの直後にあのカットシーンとか入ってこられたら全カットになる、はい、やり直しになる。大丈夫なやつです。なんだよそこは入れてくれよ。顔合わせがある。どうしたどうした。よっしゃ、これやっとんよ。どうしたどうした。あ、急にでも距離がぐっと縮まりましたね。初対面じゃなかったの。何かあったんですね。梶田さん、これ大丈夫ですか。梶田さん、これ大丈夫じゃないと思いますこの後暗転からパーって出ちゃいますよ、モザイクが。いや大丈夫ですよ。だからまあ終わったと。やばい、このゲーム好きかもしれない鉄分注入ってしょっちゅう言ってくれるのがいい、うん、なんか独自の世界観構築してんなって思う。確かに、うん、じゃあ帰宅したら大人版でもやるやる、さっきのやつだ。ベッド、さっきのベッドだ。さっきのやつだ。これすごくかどうかは別として、確かに戦闘訓練はしておいた方がいいかもしれませんね。車掌殿、一度訓練場に行って戦い方を確認してみましょう。で、戦闘チュートリアルに行くと。あ、随分可愛いって言う感じで、うん、実戦における戦闘士か、コマンドバトルね。はいはいはい、通常攻撃、通常攻撃、今基本的に、うんうん、余裕やんけ。よいしょ。コウルフ、当然の結果よ。うん、かわいいね。かわいいですね。勝利ポーズかわいいね。この SD バージョンも、うん、トレインナイトたちの能力が上昇。ああ、パリーがアップみたいなやつだ。ゲーム部分は好きかもしれない。うん、これはゲーム部分は、いや、なんかそのしっかり、うん、しっかりロープレっぽかったから。いや、女の子部分も好きになりましょうよ。女の子部分はまだ分かんないもん。だって分かんないですか。この人数だけじゃないでしょ。俺はもう今全員のことすでに分かってますよ。なんでや、すごいハードが早いですねなんでその速度やん。あなたの世界で女の子たちと戯れてきた俺の経験値がそう言ってるいろんな世界を旅してきたからね、カジャ君は。数え切れないほど世界を救ってきた。 あ、もう戦闘実戦に行くってことこれ。来た来た、緊急出動どうぞ。燃えるでこれ。フレイザードみたいな。フレイザード、うん、フレイザードはでも6番を一人だと思うけどこんなところにポット出てこないか。スキル習得、これでスキルを使ってみれ る、ね、いいね、うん、コネクト繋がるの。みんなで使ったからってこと。そうですね、繋がるってことだよね、うん、あ、連携になるってこと。すごい、やっぱスキルだと攻撃強そうですね。派手になるね、うん、いいね。うん、なるほどね、うん、コネクトが勝手に発生する。2人以上で出ると。あ、なるほどね、必中じゃん。すごい、当然の結果よ。これ必中になるの強すぎない。そうだね、うん、残存勢力なし。もうゲームにはその発生源となるボスが存在します。なるほど、そのタイプか。もう終わり。どうやらそのようね。やったー。いや絶対終わりじゃないこれ。クイーンズウェイ
だって強敵との開口だったもうサブ隊が不穏すぎる、ね、おこれ来たぞこれゲームハンブっぽいですね。あ、切り払う澄子？あ、切りを晴らそうとしてるから許さねえぞと。なるほど。切り払う澄子っていう誰か。切り払う澄子。切り払う澄子じゃないですか。切り払う澄子に対しての恨みなの？そんな名前のやついたかなって思ったよね。切り払う澄子じゃないの？切り払う澄子ですね。ここはなかなか正しいと思う。桐原澄子には恨みないと思う、うん、桐原澄子なんて普通の名前のやついたっけなってこの後出てくるかもしれない、ね、そう日本人丸出しのやついたの吉野さんがいたんで桐原さんもいるかなって拠点に行ったらね私が桐原、うん、あ澄子さん澄子さん鉄路の探求澄子さん狙われてましたよ、ね、絶対許さないって言ってましたよ澄子さんのこと澄子さん何やったんですか私たちだけじゃとても太刀打ちでそんな強いのさあこれで5戦あちょっと強いのかないや強そうだなスキルコネクトしまくれば勝てるやろあ、勝ったワンターンキルは無理かうん、1回カウンター来るかね、うん、半分はいくけどどんな攻撃があれうお奥の手奥の手があるんだレールブレイドおういいじゃんアニメ綺麗じゃんかわいいカットインだった、うん、へえ。チャージを使っていくんだなるほどね当然の結果よええやんへえ。遊べるやんこのゲームすごい大きでしたね、うん、おということでチュートリアルは終わりかな新しい仲間これがいわゆるガチャですなこれだよこれいやこの最初のガチャ重要ですよねここよさっきのクイーンズで以外新キャラやん全部そうですねシモアマズベナンヒルルアン SS カチコはもう躊躇なく引くから確かになんか、うん、なんかじゃあ行きますよとかあるよ新キャラ今あるのかなとかもう押してるいつもの感覚でなんか失敗したら課金すりゃいいやって思っちゃうんですよ大人の感覚ですねおあこういう演出があるのおこれはなこれいい演出いい演出これいい演出なのこれいいんじゃない初めましてねあ吉野吉野だよ駅弁言うとるけど駅弁を売ってんのこの人駅弁のよプノンペンプノンペン赤プルコ。はじめまして。私はベルフォレット検定隊のカメラ。いろんな子がいるな。よろしくね。はじめまして。多分これみんな服方向性があるんだよね、うん、その。そうですね。元の出身のところので、ね。多分国によるのかなこれ。そうっぽいですね。アイコンが違う。まあ一緒かアイコンが一緒なのか。アイコンがここのこれ、うん。多分ここで所属が分かるんじゃないですか。でもああそうだね。多分そうだよね。けどなんかねトリーマークみたいなやつ、うん、ちょっと日本っぽい感じ。うんこれイタリアかなベース。私これドイツドイツっぽいね。アイゼングラートとかいるんですね。でここがイギリスか？イギリスですよ多分騎士だっていうの。これつまり SS 出てないですね。はい出てないです。出てないですね。レイヤー。レイヤー。ああそういうこと。なるほどね。あこれベースがあって引いたやつ重ねる感じなんですね。そうなんだね。いいじゃないですか。無駄になんなくて。ゲームの仕組みなんだ。ということでバーチャルマーケットとミストトレインガールズを体験してみましたが、いかがでしたか。いや面白かったです。楽しかった。バーチャルマーケットなんか、うん、どんどん奥を見てみたく。そうですよね。まだまだ他にいっぱいブースが世界もあるので。ね、出店があれを入ってみること自体は無料なんですもんね。誰でも入れる。そうなんです。なんか一切触れないからすげえ入場料5万円とか取られる。だから誰も何も言わないし台本にも載ってないからちょっとこれ聞いていいのかなと思ってビクビクしてたのよ。いや誰でもやっぱ入ることができるってところがやっぱすごいですよね。見れるってことでね。いやいいとこですよね。そうですね。ミストトレインガールズも実際にゲーム遊んでみましたが、はい、俺このゲーム好きかも。あ結構なんかときめいてましたよね。ときめくかも。うん、うん
なんかもう映像ではカットされてるけど、うん、中東だけ終わってから の, あのオープニングに入る感じ、うんうん、実に往年のエロゲっぽくていい。なえええ、なんて往年の往年のゲームっぽくていい、ね、うん、往年のギャルゲっぽくていい、ギャルゲっぽくていいよね、そうそう、往年のギャルゲっぽくていい、うんうん、俺はなんかあの戦闘意外と奥深そうな感じが、うん、さん本当そういうとこばっか目が行きますよね。そうなのよ、そういうとこばっか気にしてシステムが気になる感じですね。そう、もうゲームはとにかく、うん、ゲーム部分のシステムが一番大事だと思ってるんで、うん、戦いてっていう、そう、多分キャラクター自体があのアルファベットの A とかでも俺はやってるかもしれない。ゲームが面白ければ、そうそうそう、ゲームが面白ければ結構クロート向けな、最初期のローグライフじゃない、そういう感じ、記号だけで遊ぶやつ、アルファベットしか動いてないけどみたいな、うん、それでもやってるかもしれない。なんかちょっとそこ気になりますね。はい、というわけでね、はい、今回バーチャルマーケットとミストトレインガールズ遊ばせてもらいましたが、はい、こちらバーチャルマーケット5自体は2021年1月10日23時まで開催中です、はい、DMM ゲームズさんのミストトレインガールズのとてもお得なシリアルコードももらえるので、うん、気になった方はぜひチェックしてみてください。お願いします。ということでそろそろ終了のお時間です。徳井、はい、さん、ナビゲートありがとうございました。はい、こちらこそありがとうございました。ありがとうございます。楽しかったです。はい、ということでね、見ていただいた皆さんいかがでしたでしょうか。チャンネル登録とツイッターのフォローの方もよろしくお願いします。はい、高評価とメンバーシップもよろしくね。はい、